30人の楽しさを分かってもらえるように、弥生小の子どもたちが教える時間がありますので、そちらにぜひ参加してもらえればと思います。30人30脚はとっても楽しくて、そうですね、心を一つにして走れる競技ですので、ぜひぜひリスナーの皆さん一緒に走りましょう。待っています。
次の開催日は来週日曜日20日。時間は午前9時から午後3時までです。なお、NTT 電話サービスが。